は高速道路走行中でございます。恐れ入りますがこの先、お窓を開けませぬようお立ちになりませぬようお願いいたします。シートベルトでございますが、真ん中の巻き取り式の方に、ございます。お席とお席の真ん中の間にございます。ゆっくりと引っ張ってくださいませ。強く引っ張ってまいりますと固まってしまいます。ゆっくりと引っ張ってくださいませ。通路側のお客様がグレー、真ん中のお客様がブラックということで色合いで分けてございます。合わせが合わないということでございましたらご確認くださいませ。さて右手の方に高架橋正面で交差してます。高架橋がご覧いただけるかと思いますが空港自動車道でございます。沖縄の、高速道路としましてはただいま入ってまいりました那覇インターが最南端だったんですが那覇市内の交通状態がすごいためそれを緩和するために作られました空港自動車道です。この先合流となります。地区に始まると言われそれはつつ裏裏を支配する意味だと沖縄の文献おもろ草子に記されております。わかりやすく申し上げますとここ浦添が琉球王女の発祥の地です。ここ浦添で都ができて後々首里に都を移したと言われています。琉球王女の発祥の地浦添市です。さあこちらで沖縄の墓文化ご紹介させていただきましょう。皆様の右下右下手確認いただけますか。ちょうど今右手下手の方ですよ。ご確認いただけましたでしょうか。沖縄のお墓壁甲墓が確認いただけましたでしょうか。亀の甲羅の形をしているところから亀甲墓、亀の甲墓、亀甲墓などと言われています。亀の甲羅の形をしているだけでなくてお母さんのお腹も表現していると言われています。赤ちゃんはお母さんのお腹から生まれてきます。亡くなったら母親の体内に戻るということでお母さんのお腹をも表現していると言われています。基本的に沖縄のお墓は一族一門で作られております。一家族でお作りになられる方もいらっしゃいますが基本的に一族一門同じようなものを作ろうとするならば土地代も含めますと大体相場で2000万から3000万かかると言われています。それだとなかなか高いので、それよりも少し小さな気持ち作れます破風墓お家のような形をしているものでございますがそれが現在主流になりつつあるそうです。それでも破風墓でも大体相場は1000万から1500万ほどかかると言われています。沖縄の墓文化ちょっとご紹介させていただきました。車は浦添市宜野湾市を通過いたしまして中城村に入ってきています。大中小の中にお城と書きまして中城でございます。お城のことをぐすくぐしくと読むのは沖縄の方言です。こればっかりは百科事典で探しましても載っておりません。沖縄ならではの読み方です。世界遺産に登録されておりますお城跡の一つ中城城址がございます。中城城址でございますが本日参ります中神城北山王を攻め込みをした時の、中山軍諸藩士に味方した武将でございます。御様の子が晩年を過ごした居城、中城城址があるのが北中城村でございます。それでは高速道路上では唯一のトンネル、汽車場トンネルを通過いたします。長さ215メートルの汽車場トンネル、これから通過いたします。
大事じゃないかとおっしゃる方が多いのでございますが、県庁は那覇の町に置かれております。沖縄市は那覇に次ぐ第2の都市として、また金田飛行場の門前町として発展しております。沿線上もう少し北に進めてまいりますと、極東最大の戦略基地として知られてございます金田基地の一部が見えてまいります。20km ほどあるそうです。それで住宅地区、オフィス地区、飛行場地区に分かれておりまして、ちょっと皆様の左手にご覧いただいておりますのが住宅地区の一部でございます。企画住宅が立ち並んでございますが、この企画住宅、日本政府の思いやり予算で作られていることは皆様ご存知のことかと思いますが、上下水道、光熱費すべて日本側が負担しております。わかりやすく申しますと、家賃ただ、電気代ただ、水道のただだそうですよ。なんか羨ましいなといったところでございますが、有効処置まだまだございまして、ただいま取っておりますこの高速道路も通行料が無料になっています。これは道路コーナーが無料にしているわけではなくて、日本政府が料金を肩代わりして払ってございます。その項目でございますが、防衛費という項目から支出されているそうです。住宅などを提供しております思いやり予算、そして防衛費、日本建てでアメリカ軍を支援しているといったところでございますが、皆様お聞きになりましてどのような感じになりましたでしょうか。沖縄の現状をちょっとご紹介させていただきました。さあ、沖縄自動車道高速道路、まだまだ北に進めて進みまいります。であるというお花でございます。ブーゲンビリアは総称でございまして、花の色合い形、葉っぱの色合い形によりまして、それぞれ個々の名前が付けられています。総称でブーゲンビリアとご紹介しています。石川市、牛川市、発電町、湯長崎町の4つの町がございましたが、一つの町となりまして、入間という名前が誕生しております。表記させていただいております。車にはナンバープレートがついています。このバスのナンバープレートの番号は635635となります。どうぞお間違いなくお戻りくださいませ。出発のお時間です。9時35分、9時35分でお願いいたします。バスを降りられた際、戻りの際には他の車の動きもございますので、十分にお気をつけくださいませ。お客様もいらっしゃいございます。9時35分ディパーチャータイム、大丈夫ですか。はい、ではこの時間までに戻りください。ではどうぞ。